皆さんこんにちは。今日は私の作ったものと、あと前回の販売用のファイルで、付箋を簡単に貼ったファイルを作ったんですけど、それのリクエストをいただいたので、簡単なんですけどそれを作っていきたいと思います。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まず作ったっていうのがこちらのマスクなんですけど、これ旦那さん用と、これ私用で作ったんですけど、旦那さんはこんなのできませんって言われました。でもガーゼがもうこれしかなくて、セリアさんに、まあとりあえず緊急事態になったら使おうかなっていう感じです。もうガーゼがこれしかなくて、最初にやったのが失敗したので、で私がもうこれ前回セリアさんで買ったこちらの歯切れ、これしかなかったのでこれで作ってみました。そしてこの中には包帯を入れてみました。ちょっと包帯があるのでちょっとふかふかした感じで、こんな感じ。これはヘアゴムです。もうね、ゴムもなかったのでこちらのヘアゴムを使ってみました。まあさすがにこれはできないんだろうなとは思ってはいたんですけど、緊急事態に備えて、もうあとうちマスクがあともう5枚ぐらいしかないので、本当に出かけなきゃいけないって時だけでもつけれればなと思って作ってみました。こちらとこれ、さっきのこれの余った布で簡単なポーチを作ってみました。ポーチも初めて作ったので全然作り方わかんなくて、何度も失敗してこんなにちっちゃくなっちゃいました。でも面白かったです。はい、ちょっと作ったものの紹介でした。それでは付箋帳を作っていきたいと思います。これはリーベさんのトレッシングペーパー買うとついてくるこの厚紙ですね。ちょっと厚紙になってます。こちらで作っていきます。まず半分に折って、本当に簡単なんですよ。ちょっとこの蓋を作る部分が欲しいので、何センチぐらいかな、3センチぐらい上をカットしました。ただここを丸くして角を、これだけなんですね。ここに付箋をいろいろつけて、このあれですね、ここの蓋というか止めるところを、それをこのまま使います。ちょっと長いので長さはお好みで、この中のここのところに磁石を入れておきます。この磁石が
すごい薄い、薄くて強力な磁石なんですけど、 YouTube でいろんな方が紹介されてて、こんな感じ、すっごい薄いんです。で、まあここに貼って、セロハンテープとかで、この開いてるところをボンドとか両面テープでつけて、ここをまた角丸で丸くします。こっちが磁石が入っている方ですね。この入ってない方をこの後ろにつけていくんですけど、両面テープでつけましょうかね。ここもボンドで大丈夫なんですけど、なんとなく今回は両面テープでつけていきます。だいたい真ん中合わせたら、そんなに重たいものとかかさばるものを入れないので、このぐらいで、あとここに、ただまた反対側にこの薄い磁石をつけていくんですけど、ギューって押して跡をつけて、跡がついたら向きを間違えないように置いて、でこんな感じで、この磁石が嫌な時は、これさっきカットしたやつですね、こんなの貼っちゃっても、このところにちょっとワンポイントつけようかなと思って、今回クマちゃんファイルに入れるこの付箋なので、このクマちゃんのリーベさんのステッカーですね、ダイカットカード、こちらをここに貼りたいと思います。でポイントで、こんな感じで完成です。集
厚紙を半分に折って磁石つけるだけなんですけど、こんな感じ。お裾分けする付箋を貼っていきたいと思います。これセリアさんのハンカチスタンド最近付箋が増えちゃったのでこんな感じで置いてます。これは以前作った付箋ファイルです。ちょっとじゃあ貼っていきます。どうしようかな。
貼り終わりました。こんな感じで、こんな感じの付箋帳になります。少しでも参考になれば嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。